皆さんこんにちは、レッツハドルのヒルボーです。早くも X1 スーパーも、次がウィーク3ということですけれども、かなりですね、やっぱり強いチームと、なかなか勝ち星を上げられないチームという差が、分かれてくるのがこのウィーク3だと思うんですが、もうライスボールに向けては本当に1試合も落とせないというのがどのチームも、あると思うので、ここからの激戦も、期待したいと思います。というところでネクストハドルウィーク3編に行きたいと思います。紹介はヒデボーによる独断と偏見による情報が含まれています。協会や連盟、各チームとは関係なく個人的にしているものなので、その点ご留意ください。はい、ということでネクストハドル X1 スーパーウィーク3なんですが、注目に挙げたいのはオービックシーガルズ対野島相模原ライズ、10月3日日曜日14時、富士通スタジアム川崎でキックオフのゲームを、紹介したいと思います。まあ、この2チーム割とですね、こうライバル関係というか、結構長年あってですね、まあ、野島も何度かですね、このオービックを倒したことがあるというところなんですが、まあ、2019年はちょっと30対0と差がついたものの、2018年には2回戦っていて1勝1敗というところでした。まあ、特にレギュラーシーズンでは野島相模原のディフェンスがですね、オービックをしっかり守ってギリギリ18対17で勝利したというところもあって、これかなり面白いゲームだったんですけどね。で、決勝トーナメントでは、この時の雪辱を晴らしというか、野島のディフェンスをしっかり攻略してオービックが42点を挙げて勝利するという展開でした。まあ、そういった形でこの2チーム割と、このライバル対決ということで、このディフェンスがどれぐらい機能するかということで、差がつくかつかないかということが、出てくるかなというところで思っています。オービックも野島もクォーターバックがですね、この18年19年と今では変わっていたりとか、コーチ陣もちょっと入れ替えがあったりとかしたので、またちょっと違う体制で今若い選手も多く入ってきているので、どんな戦いになるのかなっていうのがこの2021年シーズン楽しみなところです。はい、ということで、この試合の注目ポイントを挙げています。まずライズのディフェンスをオービックのオフェンスライン攻略なるかっていうところで書いてるんですけど、オービックは前節の IBM 戦でですね、かなりこのオフェンスラインのパスプロテクションって言って、クォーターバックを守るっていうことができていたなという印象でした。まあ、それがゆえロックレイ選手、クォーターバックの選手ですね、この選手がかなり正確なパスをどんどん投げて得点もどんどん上げていったというようなビッグプレーにつながったので、まずここをライズは攻略していかないといけないというところだと思います。パナソニック戦でもですね、割と効果的な、プレッシャーのかけ方をしていた部分もあったりとかもしたので、これがいかにオービック戦に向けてまた準備をしてこれるのかっていうところを注目したいと思います。でもちろんディフェンスラインですね、ベテラン、いくら良太選手とかですね、そういった選手がどれぐらいプレッシャーかけるのかということもありますけど、まあ、ラインバッカーの田中良樹選手なんかもですね、スピードもパワーも高さもある選手なので、こういった選手がプレッシャーをかけたり、パスのカットをしたりとかいうことで、いかに真ん中から、いろいろ工夫して動けるのかということも注目したいと思います。それから双方のバックス陣のビッグプレーに期待ということで書いてるんですけど、お互いに、注目選手たくさんいますね。オビックで言うと、今言ったロックレイ選手、クォーターバックから、タイトエンドのホールデンハフ選手、それからワイドレシーバーでいうと西村アルト選手、水野太郎選手、こういったあたりのスキル、ポジションのレシーバー、キャッチする選手たちがたくさんいるので、ここ注目ですし、それからランニングバックでいうと主将、千村選手、それからベテランの望月選手、まあ、そしてルーキーたちも入ってきているので、このあたりのビッグプレー注目したいと思います。さらにですね、野島の方では、クォーターバックのパランデック選手からエースレシーバーの八木選手っていうところはもちろんなんですけど、まあ、やっぱりランプレーですね。オフェンスコーディネーターの伊藤五郎さんはランプレーを組み立てる達人だということで、ヘッドコーチの城ヶ岳ヘッドコーチも言ってましたけど、まあ、ここのランプレーで吉田選手とか、それからルーキーの阿部海斗選手とか、こういったあたりが、ランプレー、それから、パスを取ってからのランアフターキャッチ、こういったあたりでどういった活躍ができるのかというのは注目したいと思います。まあ、そして続々活躍のルーキーたちにも大注目というふうに書いてるんですけど、オービックシーガルズでいうと IBM 戦でも活躍していたですね、ランニングバックの安達雄大選手、それから日本大学出身で甲子園ボールでも活躍された川上道隆選手、でこういったあたり注目していますし、富士通から移籍してきた
コーナーバックの小倉拓海選手、この選手も、オービックの中ではルーキーという扱いになるので注目したいと思います。そして、野島相模原ライズでいうと、注目なのはやっぱりプロ野球から転向してきた、石川選手ですよね。石川選手がまたキャッチを見せてくれるのかということも楽しみですし、ライズの方でいうとキッカーもね、移籍もしくは、新加入ルーキーという形になってきて、明治大学出身の佐藤大樹選手、それから福岡サンズから移籍の平良圭介選手ですね、このキッキングというのも非常に注目なので、ルーキーたちに大注目したいと思います。今回注目選手として挙げたのはこちらのお二人です。まず、オービックシーガルズなんですけれども、オフェンスはエベレストハフって書いてるんですけど、あのタイトエンド85番ホールデンハフ選手ですね、ボイジー州立大学出身のハフ選手で、このハフ選手なぜエベレストハフなのかというと、あの僕アイシールド21で、出てくるエベレストパスっていうね、あの背の高い選手2人で王城ホワイトナイツの高見さんから桜庭さんへのパスみたいなのが漫画の中であるんですけど、エベレストパスって呼ばれてるんですけど、もうこのハフ選手まさにですね、エベレストハフ、もう高さのミスマッチですよね。なんといっても身長198センチなので、この高さで守るってめちゃくちゃディフェンス大変だと思うんですね。でフィールド中央部なので、マッチアップするのがラインバッカー、あのタックルは得意だけども、背がそんなに高い選手がいるわけじゃないというところなので、まあ、ここをなかなか厄介なこうハフ選手、エベレストハフを、この高さを生かしたプレーをどう止めていくのかっていうところを、注目したいと思います。ライズの方はもしかしたらコーナーバックのリー・ハイタワー選手ですね、190センチあるので、この選手がもしかしたらマッチアップしてくるかもしれないというところで、そこの対決も注目したいと思います。一方の野島相模原ライズなんですけれども、前節パナソニック戦で大活躍だったラインバッカー18番の増山純喜選手を挙げています。日本体育大学出身でベテラン30歳というところなんですけど、キャッチコピーはタックルマシマシと付けさせていただきました。あの某ラーメン屋ではないんですけど、もう本当にもうタックル量産っていう感じでね、パナソニック戦では活躍されていたんですけど、結構ね弾丸タックルというかハードなタックルをかましてですね、もう相手をひっくり返すような、プレーがたくさん見られたので、この大引き戦でもタックルマシマシで、どんどん止めてもらうことができれば、あの大引きの攻撃の目を紡いでいくということができるかもしれないなというところで思うので、増山選手注目したいなと思ってます。まあ、あのライズはディフェンスね、これ以外の選手でも、田中良樹選手もそうですし、コーナー枠の選手でさっき言ったリーハイタワー選手とか、いろんな選手がこうディフェンス注目、あとイクラ選手とかね、ディフェンスラインで見ますけど、そういったようなこうプレイヤーが名前がよく上がるような、守備の方で名前がよく上がるような展開になれば、接戦に持ち込む、ロースコアに持ち込むということができるのかなと思います。まあ、何にしてもこのハフ選手、もう今年ちょっと絶好調じゃないかなというのを1試合目を見て思ったので、いかに止めるのかというところも対策も楽しみにしたいと思います。はい、そして、得点勝敗予想のコーナーです。ちょっと今回攻めた予想というか、あのディフェンディングチャンピオン王座のオービックシーガルズを負け予想にしてみました。あの野島相模原ライズパナソニック戦を見ていても、かなりディフェンスは仕上がっているんじゃないかなというところで思っています。でオービックの方もですね、あのラインが盤石だというところはあるんですけど、どこかのタイミングでこのブリッツとかを野島が仕掛けてきた時に、ボールが奪われてしまうようなですね、展開がもしかしたらあるんじゃないかなと思ってます。その隙をついて、野島の方がこのカートパランデック選手がですね、八木選手にパスを通したりとか、あるいはこの自分で持って走るっていうプレーをそろそろ戦術的に組み込むということもあり得るんじゃないかなと思っていて、そうなればオフェンス得点力も上がるということも予想しています。なので、野島相模原ライズ24点でオリックスライズ23点で、野島の僅差での勝利ということがあるんじゃないかなというところで予想しています。ただ、オービックかなり強いなということを一節を見て、やっぱり今年もえげつないなということで思ったので、こうは書いてはいるんですけど、ライズ本当に頑張らないと厳しいぞという気持ちも、すごくあってですね、まあ、ちょっと希望的観測も、まあ、実はここはあるかなというところもあります。ちょっとこのライズの、あのディフェンスマスタックルマシマシで、どんどん止めてもらってですね、僅差になって野島が勝てば
アップセットで楽しくなるので、こういったことを見てみたいなというところで予想してみました。ウィーク3の試合予定、ご覧の通り10月3日に3試合が予定されています。でオービックと野島以外の試合でいうとパナソニックと IBM の試合がエキスポフラッシュフィールドで12時から、東京ガスとエレコン神戸の試合が同じくエキスポフラッシュフィールドで15時から予定されています。まあ、この両試合もですね、上位チームのパナソニックとエレコンが絶対勝つぞということもなくて、まあ、IBM なんかも得点力ちょっと後半に、前節オービック戦の後半に見せたような得点力っていうところが、前半からですねミスなく出せればどうなるかわからないですし、東京ガスの方もエヴァンス選手が3試合目になってきてどれぐらい馴染んでくるかというところで変わってくるのかなと思っているので楽しみです。で富士通フロンティアーズとオール三菱ライオンの試合は残念ながらオール三菱の出場辞退で富士通の不戦勝となっています。詳しい試合日程詳細などは QR コードもしくは概要欄から X リーグホームページを見てみてください。まあ、今お伝えした通りオール三菱ライオンズは残念ながらウィーク4までは欠場というか試合を棄権するということが残念ながらコロナの影響があって決まってしまったんですけど、オール三菱の試合がね僕も早く見たいですし、まあ、いろんな決断のことは何も難しいこの状況下では攻めれることもできないと思うんですけど、まあ、選手、コーチ関係者チアの皆さんもうとにかく関わってる皆さんがこのオール三菱での、プレーとか、パフォーマンスということを楽しみにされてると思いますし、ファンの我々も楽しみにしているというところなので、オール三菱ライオンズにエールを送り続けたいと思います。試合が見られる日を待っています。はい、X リーグ TV の方でもね、全試合ライブ配信とかアーカイブも残っているのでこちらの方もぜひ契約して皆さんも見てもらえるとより楽しめるかなと思います。はい、ということで、ウィーク3のネクストハドルを見てきましたけど、まあやっぱり、チャンピオンオービックシーガルズをどのチームが倒すのかっていうのはこのシーズンを通しての楽しみなんですけど、このライズがね、どれぐらいまあ、ディフェンスで見せてくれるのか本当に結構そこかかってるところはあるのかなと思います。やっぱり得点の取り合いとかになると厳しいなということは思うので、守備でいかに止めて、チャンスでオフェンスがしっかりタッチダウンを取れるかここができるかできないか、注目しながら見ていきたいと思います。それではですね、今日は以上です。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。今日もありがとうございました。